さあ、有吉弘行、サンデーナイトドリーマー、私が有吉弘行でございます。新年明けましておめでとうございまーす。2021年、令和3年、1月3日、夜8時となりました。本日、録音でお送りしております。改めまして、明けましておめでとうございます。さあ、ということで、本日はですね、1月3日、今年一発目の放送ということで、皆さんご存知の通り、一年で一番面白くない回答というふうに言われますのでね。ちょっとまあ、1月3日、まだ三が日ということで、どうにかご容赦いただきたいなと思っております。今日はまあ、大師匠をお迎えして、また例年通りお送りしていきますんで。まあちょっとね、まあ師匠の方ももう今年還暦ということでございますし、まあコロナ禍の中でね、営業芸人さんですからお仕事も大変少なくなっておりますので、今年ついつい暗い話が多く、ちょっと新年から暗い話が多くなるかなとは思うんですけれども、まあ、こんな最低な人間もいるんだ。こんな最低な人間がいるんだから、私はまだマシだなと。ね。こんな最低な人間よりは私はマシだな。頑張ってみようというふうな、なんか活力源になればいいなというふうに思っております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。師匠はこの後すぐ登場でございます。So much stress. Now a variety program. さあ、改めまして新年明けましておめでとうございます。太田プロの真珠、広島軍団怪談寺軍人ロックスター有吉弘行です。東京半蔵門 JFN スタジオからお送りします。サンデーナイトドリーム、アシスタントこちら、はい、デンジャラス安田です。明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。何がおめでたいのか知らないけどね。もうおめでたい、おめでたい、おめでたい。新年早々貧乏神と一緒に仕事すると思う、ね、そんなことない。止めてください。新年早々ですから止めてください。もう受け止めきれませんので。しょっぱらしょっぱらですから。そうですね。そうですね。まだアイドリングもしてないので。そうですね。申し訳ございませんでした。急に速射砲来たみたいでしょ。はい。よろしくお願いいたします。本日録音です。はい、去年の12月27日に収録分でございます。はい。まあ、皆さんもお正月気分で、はい、ゆったりやってくださればいいんですけれども、はい、私たちはまあここで1年の締めくくりということで、いろいろとね、お話を伺っていきたいなというふうに思っております、はい、お叱りもたくさん受けるとは思いますけどね。あ、そうですね、はい、この1年ね、はい、どうだったのか報告もしたいと思います、はい、さあ、それでは早速お迎えいたしましょう、我らが大師匠ダチョウ倶楽部上島達平さんです。上も下もだから名字も名前も間違えんなよ。上島竜兵だよ。さっきから失礼なことばっかり言ってんな本当。土壌クラブ上島達平さんです。いいよ俺の名前は。でもメンバーのあのグループの名前まで間違えるんじゃないよ。ダチョウだよ。ダチョウでございました。失礼なことばっかり。ダチョウ倶楽部、はい、上島竜兵さんでいいですね。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。皆さんの幸せを祈っております。はい、はい、ちょっと皆さんの幸せを祝してちょっと一言、はいはい、お言葉ください、うん、負けるなよ。お前がな。お前がな。いいよ別に。みんなこのご時世なんだから負けちゃいけない。お前がな。いや、お前がなじゃないんだよ。俺別に負けたなんて思ってねえから本当に、これで呼んでもらうことはもうすごいありがたいことです。毎年毎年ね。そうですね、毎年ね、締めくくりでございます、ありがとうございます、はい、というやっぱね、去年も2020年もですね、全ての録音を聞きました、聞き返してみました、はい、私、うん、やっぱね、新年一発目がね、一番面白くなる、うん、いやだからそれお前な、そんなお前これから長い間でこれ何時間かやんなきゃいけないのよお前。お前ひどいこと言うね。いい気分で酒も出してくれて、つまみも今日は一品多いんだよこれ今日。あ、そうですか。ナスが今日、ナスが増えた。気分よくやってんのによ。
やらしてくれよ、君今年もお酒を飲みながら、はい、ありがとうございます。すいません、さんはお付き合いください、はい、お正月ということで、はい、ございます。まあコロナですからね、しっかりアクリル板で仕切らせていただいておりますけれどもね、もう本当四方を囲んでもいいですけどね、上島さんはね、アクリルで四方を囲んでやってもいいから、ね、これウイルスじゃないから感染される方だおうな、ということで、まあ大変な1年でございましたけど、ね、昨年はいかがでしたか。いやもうそれはもうそういうことですよね、もう大変だったな、初めてのね体験でしたね、本当、ね、緊急事態宣言の時は、うん、もうずっと家にいて、うん、ちょっと落ち着くかなと思ったらまた、ね、年齢的にね、そうね、俺なんかもうかかったらアウトだからね、アウトでしょうね確実にね、いやそれは分かんないじゃんそれは分かんないよ、それはかかんないよりはいいけど確実ではないです、ね、確実ではないじゃん、いや合いの手難しいないや違う、合いの手入れただけよ、そうですよ自分でね、いや違う、もっと普通の合いの手でいいじゃんあ俺なんかかかったらもう危ないからなと、あそうですね気をつけてくださいね、あそういうことか、それでいいんだよ、すいませんすいません、死にますねみたいな言い方するじゃない本当にいや本当俺と出川なんか死ぬからね本当に、でしょうね、おうでしょうねじゃないんだよ、またやってるよちょっと怒ってらっしゃるんだよ、ちょっと怒ってらっしゃるんで一回ブレイクします。有吉力サンデーネットドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。さあということで東京半蔵門 JFN スタジオからお送りをしております有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。はい、アシスタントはデンジャース安田です。はい、スペシャルゲストは令和3年のスタートに花を添えてくださいます。はい、はい、ダチョウ倶楽部上島竜兵でございます。シーンということで、シーンじゃないで別にここで別に女笑いが欲しいとかそういうことじゃないから、うん、まあちょっとまあ録音でお送りしておりますので、うん、まあ三が日ですし、リスナーの皆さんゆったり聞いてくださればいいなと思います、うんうん、上島さんと同じ夜お酒飲みながらね、聞いてもらえるぐらいがちょうどいいかなという、お酒いただいてます。2時間大して笑いは起こりません。だからそういうことを言うなって言うんだよ毎年毎年毎年さあということで、まあなかなか仕事はどうでしたか。なんかやっぱり営業芸人さんですから、なかなか営業芸人営業もやりますよそら、営業ばっかりやってるわけじゃないんじゃないですか、うん、はいはい、だから結構なかなか大変だったんじゃないですか。だから2月にね、青森で、なんかそのホテルでそういうイベントがあって、それ以来ないね。あ、やっぱり一回軽いイベントはあったけどね、なんか消毒薬かなんかの、あ、なるほど、うんうんうん、それぐらいだね。そうですよね、だから本当に見なくなりましたもんね見ました。いや、ここ、いや、私が言うのもなんですけど、うん、見てないです。見てない、はいはいはい、ちゃんと見なきゃダメだよ。本当ですか。うん、俺もうここでしか、だから2人を見ないからいや、まあ安田もそうだよ。まあそうで、負けず食らうとそうなっちゃうんだけどね。まあそうなっちゃってますよね、もうね。おい、安田より見るだろういやいや、俺と比べられてもね、俺と比べられても自慢にはならないと思うんですけど、はいはい、思うけど、いやだからそういう点では本当にお仕事はね、皆さんそうでしょうけど、そうね、特に春先はみんなグッとね、減りましたね。さあ、あれなのはさ、例えば有吉の番組なんかでも、今までは10人、ゲスト呼んだとか、コメンテーターみたいな人がいた。でも、それが5人でもできるじゃないかと。そう。モニターでね、オンラインでできるじゃないかってなってきたら、うん、余計こう削られていくもんね。そうなんですよね。だからまあ1番から4、まあクリーンナップぐらいのね、5番バッターぐらいまでは呼ばれるんだけど、うん、その後の6番以下のやっぱり打たない連中は呼ばれなくなるよね、うん、そうなんだ、うん、いやいや、もうこれはね、正直言ってそう、俺なんかレギュラーじゃないから、うん、ベンチで代打要員の、うん、そうね、ギリギリな、まそうか、ね、一軍にはいるかね。いや、いない、いないかこれはショックだよ。まあまあずっと厳しい判定してますけど一軍ベンチはいると思ったけど、ずっと厳しい判定してますよ、さっきから。そうだよな、確かに。まあ、あの、皆さんそうでしょうけど、辛かったから辛かった、やっぱりね。ね、まあそれでもなんとかこうやってやっていけてるのは、まあ幸せですけどね。いや本当ですよね、うん、本当にもうこのまま仕事なくなっちゃうんじゃないかなって、みんなね。いや本当、本当ような状況でしたね。もうそう、え、有吉なんかでもそう思う。
いや、それ一時はね、やっぱ、1ヶ月ぐらいは本当に結構ね、仕事ないような状態でした。そうそうそう。まあ、ちょうど4月、5月ぐらいでしたから、まあ、春の風を浴びながら大変気持ちよく過ごしましたけどもね。気候的には、気候的には非常に。気候的にはちょうどいい。まあでも仕事の関連で言うと、やっぱりダチョウさんが一番ダメージ受けたのは、キスするやつね。もうそうなのよ。ね。うん。喧嘩してチューね。喧嘩してチューするっていう、ね、何が面白いか分かんない。いや、だから面白いんだよ。代名詞面白いのもうあれなの、もう代名詞なんだよ、それは。代名詞そうなんだよ。はいはい。やってくれって言われるんだよ。うん。あれがでもできなくない。できなくない。あとおでんもそうでしょ。あ、おでんもそうか。あの熱いおでんを食べて熱いっていうっていうね、何が面白いか分からない。面白いんだよ。あ、そう。需要があるんだよあれ。すみません。笑いはなくてもやってくれって言われるんだよ。それありますありますか。あれがね、卵飛ばしてね。卵飛ばして何できなくなっちゃって。ネットブロン。おじさんが卵飛ばすって。仕事だろ。一時一時うるさいな。わかりましたよ。もう気持ちよくやりたいんだよ。気持ちよくやってくださいよ。だからどん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 。そうそう、だから。ネット風呂もそうよ。ネット風呂押すなよ押すなよ、絶対押すなよって、これ触れちゃダメだし。うんうんうん。で、一つのね、でも押すなよっつってんだから押さなきゃいい話だね。いやいや、まあ、そうすけど、ね、3回目で押すんだよ。3回目って言わなくて、絶対押すなよで押すんだよ。そうすか。もう分かってんだ。だからそう、ボディーコンタクトが多いからね、どうしてもダチョウクラブさんは。でもリアクションはね。はいはいはい。そうなんですよ。だから、あの、ネット風呂でも、一回俺が入って、ただその次、有吉が入ってとか、やったじゃん、前。うんうん。ああいうのができないから。あ、そうか。うん。変えなきゃいけないから。お湯変えなきゃいけないっていう状況。ほかの浴槽もう一つ用意しなきゃ。ああ、なるほど。あんなマンネリの芸のために浴槽二つも用意するんだから。そうですよね。自分で何言ってんだ俺。だからなんか硫酸かなんか入れときゃいいんですよね。硫酸死ぬわ、バカ野郎。消毒の必要はない。骨まで溶けるわ、硫酸なんか。知ってんのか、硫酸。昔の歌手の人とかみんないたずらでかけられたりして、大やけどしたりしてんだぞ、お前。ドラマとかでね、よくやってましたね。いや、だから、いや、それだったら変える必要はないなと。消毒はね。そうですね。その意味では。素人の意見でしたね、これは。硫酸じゃダメなんですね。硫酸じゃダメだよ。すいません。これは素人考えでした。シュワシュワシュワーって、もう何も残らなくなっちゃう。もう上島がバブみたいになってんの。本当だよ。笑います。ふんどしがぷかーっと浮いてくるだけだよ、お前。ふんどしも溶けるわ。骸骨が。いや、だからやりづらい世の中でしたよ。まあそうですよね。で、と言って、じゃあ今もどうだって言ったら状況悪化してるような、本当ですよね。ことですからね。あの、自粛してた頃よりも悪化してるよね。そうですよね。だからまだまだちょっと先が見えないですけども。そうなのよ。もう結構ショッキングなことがいっぱいあったのにな。ありましたね。本当に。なんか、まあ、あの不幸中の幸いでね、なんか仲のいい人とかお世話になった人が亡くなったりとかは全然してないですから。してるわ、一番世話になった人が死んでるわ。しかもコロナで一番最初に、それから政府が引き締めたんだわ。志村さん、志村さん、志村さん、自分のことで喋ってみます。自分のことでしょ。すいません、すいません。志村さんが亡くなったらやっぱショックだったね。大きかったね。でもちょっと本当衝撃的でしたね。声が出ないっていうのはこういうことだなと思ったね。ああ、そう、もう本当そう。いや、俺もマネージャーから朝電話かかってきて聞いたんだけども、ショックだったね。ねえ。うん。まあ、あるいはメールくれたけどね。ありがたかった。何度くらい？え？大丈夫かーって送って。だいぶ遅れて、大丈夫だいや、落ち込んでるだろうなと思ったからね。ありがたいけどね。相当ね。うん、ありがたいけどね。何にもしないのもあれだし、暗いメールもあれだから一応大丈夫かーって。2月の20日に誕生会で、まあ、お会いしてるんですか？会ったんだよね。あ、そうかそうか。そうですよ、元気そうで。うんうん。そしたらもう1ヶ月でそんなことになると思わないもんね。びっくりした。でも、未だにね、志村さん関係の取材とか特番とか、もう亡くなってもあの人で食わしてもらってるっていうね。本当ですよね。本当すごい人だなとは思うけどね。と骨の髄まで喋り尽くす。違う違う、そういうつもりじゃないんで。そういうつもりはないんで、そこだけ信じてください皆さん。すいません、そんなつもりで言ったんじゃないです。弁明はいいですよ、弁明しなくても。まあでも本当志村さんっていうのはそういう意味ではしんみりね、こういうしんみりが嫌いな人ですからね。そうふざける人ですからね、僕らもねと思ってやってますけどね、いつも。もう有吉と飲みたがってるね。へえ、あ、そうなんですか。あ、そう、最後だって散歩とかもね、はいはい、来てくださってね、自分からね行って。だからそれはあの時飲んだのは嬉しかったんじゃない。中華かなんかで飲んだでしょ。そうですよ、もう番組の制作費無視して紹興酒バンバン頼んだよ本当に。
もう収録も終わってんのに、証拠書バン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 。もうやめてくれ。柴田さんもちょっと、もうそれ高いんですよ。もうやめてくれ。面白いね。いや、でも楽しく飲んでくださって。はい、すごい楽しかったですよね。いや、びっくりしましたよ、本当に。いや、なんか、まだちょっと嘘みたいな。まだ死んだって感じしないですよね、まあ、僕らは。そうですよね、はい、そもそもたまにしかお会いしないから。はい、失礼。あれどうしました？ちょっと機械に入って。大丈夫だから。なくなるのはちょっと出てから死んで。現場検証しなきゃいけないから時間がもったいないんで、出てから死んでくれると助かりますけど、ね。死なないよ。ちょっと機械。死ぬ時は外で死ぬ。だから死なないっつってる。ここで死なれるとね、このスタジオが使えなくなっちゃうから。だから死なない現場検証で。一杯飲んだらすぐ楽になるんだよ。まあそうか。はい、だからまだ結構ありますよね。なんか志村さんの追悼番組っていうかね、あの、うん、バカ殿とあれと合体スペシャルみたいな、そうそうそう、ね、うん、あったよ、うん、すごい。だからそれいっぱい出してもらって、取材なんかもね、そうですよね、うん、結構やらせてもらったけど、うん、いや本当びっくりした。それがやっぱり一番大きかったかな、俺。まあでしょうね、うん、まさ、あ、かと思ったもんね。もうはっきり言って今頃もうなんていうの、元気になって、うん、酒飲みながら、うん、なんだこんな女って飲み行けねえなって、はいはい、でなんか女の子の太ももを撫でてそのさ、そうそんな感じしたな、こんな感じしたもん。手袋しながら女の子の太もも触ってるイメージですよね。そうそう、そんな感じで本当そうなのよ、ね、うん、で俺はもう免疫あるから大丈夫だって言いながらね、だからそんな感じの人だったのに、いやもうびっくりしたね。だからね、なかなかね、本当にすごい話ですよねこれはね。びっくりしましたね。びっくりした。さあ、いやいや、そうよ。もういいですか？他にも話題を変えて。もういいですか？ダメですよ、さって話題を変えてみたいな感じのやつ。うん、そのさっていう言い方があるね。さあそれではっていうふうに言ってくれればまだ。はいはい。うん、すみません。あれなんだけど。はい、別にいいけどね。志村さんの話は言い残したことないですか？次行きたいですけど。うん、もう次行っていいですか？もうどうぞ次行ってください。はい。はい。はい。本当に惜しい人を亡くしましたねとか、いい締めをすればいいじゃないですか。大切な人を亡くしましたね。まだまだですね。力不足です。そんな言い方もするじゃないですか。変なおじさんが亡くなりました。志村けんさんな。下手くそ。変なおじさんが亡くなりましたじゃないよ。でも寂しい。もう。でもなんかふと思い出すでしょ。いやもう本当にあのベランダで一人で酒飲んでたりして、飲むね、外で飲むよ、風邪ひくだろ。そう、狭い室外機うんなってるベランダで何飲んでんだよお前って。見たことあるのベランダ。いやどうせそう、結構広いんだよ、うちのベランダ。自慢ですもんね。あ、ベランダが広いのが自慢らしい。あ、そうなんだ。僕は行ったことないけど、すいません。今はさすが寒いけど、そうなんだよ。だからその時ふと思い出してね、はい、ちょっと涙ぐんだりする時があるね。うん、でもあの引っ張られちゃって言い方悪いけど、うん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 、ちょっとあんまりそうなってもいけないなと思うから、そう気落ちしちゃうとね、うん、もう亡くなったんだっていうね、パッと切り替えた。でもはい、そうそう、そんなはい、お開きみたいにならないんだよ。分かってないな。なかなか分かんないな。分かんないもんすね。まあね、大悟なんかもね、最後すごいあの付き合いが深くてね、あいつも相当あの悲しかったっていう風に言ってましたね。いやもう本当に悲しかったんじゃないだろうね。まあラストの弟子っていうか、うん、最後の友達って言ったら大悟でしょうね、うん、ね、残念だけど。そうだね。いや別に残念がってないよ。、うん、ただ本当最後 2,3 年は本当大悟、うん、でしょうね。あんだけ忙しいのにやっぱり呼び出したら来てたみたいだしね、うん、前妻みたいな感じですよね。前の奥さんって感じですよね。捨てられたみたいに言うなよ。違うよ。まあでもお世話になりましたよね、うん、本当にすごい人でしたね、うん、なかなかああいう人は出てこないと思いますけども、今後ね。さあ、というわけでね。ダメだよ、直んでや。あと舞台ですか。そうですね、舞台がありましたね。ダチョウ倶楽部さんのね、東京でやられて、明治座でね、やらせていただきました。前回去年名古屋のみその座でやって、好評につき、明治座でという、初日にね、見に来てくださ、はい、名古屋まで行きました。名古屋みその座までわざわざ行って、ね、そうそう、本当にね、新幹線代返せと思わず叫んでしまった。そんな言い方しなくていいだろ。本当
いやでも俺らよりもすごいもう自分で取って。あ、そうなんですか。うん、美味しいうな重でも食べたいなと思ってたんですけど、はい、あの最終的にあのしょうもないパスタ食べてた。あんかけパスタな。名古屋有名あんかけパスタ。お店でしょ。缶チューハイ出されて。出されたの俺じゃねえか。でもだあの舞台はでもコロナ禍の中、まあお客さん減らしてね、というのはありましたけども、半分で、無事完走ということですか。無事本当終わりました。よかった。うん。いやーもうやっぱりそれまで明治座あのやってなかったのね、うんうん、全然、うんうんうん、でその前の俺らの公演の前の氷川君あたりからちょっとやりだして、ああそう休んでたんですね、休んでたんだ、なるほど、うん、まあ、まあ、よかったですよね、よかった、客前でできるっていうのはやっぱよかったね、ね、まあそんなね受けない、そうそう、知ってる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 じゃないっちゅうの、言っちゃって Slay Night Dreamer Live On Airさあメールも来ておりますけれどもね、はい、ラジオネーム「論より証拠の大ライス」、ジモンさんの監督作品「うん、フードラック食」に出演されていましたね、うん、ギャラは牛のでかいクソでしたか。そんなはずないだろお前。牛のクソもらってどうすんの。どうだったんですか実際。ジモンさんに聞いてもほらあんまりあの人は嘘ばっかりつくから。そんなことよくわかんないんだけど。監督っぷりっていうのは。監督っぷりは結構やっぱり立派だったよ。スタッフも結構動かしてやってたけど、でもいつもだったらさ、うん、もう巻いて巻いてするんだあいつは。なんでも巻こう巻こうっていうの、せっかちだから。なのにやっぱり自分の映画は力入るんだろうな、うん、何度でもやってたね、ああそうで土屋太鳳ちゃんには甘いのよ、うん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 、直人君には厳しいのよ、違うって、あそうですか、そうなのよ、土屋太鳳ちゃんはすんごい甘いの、力道山がジャイアント馬場に甘くて猪木に厳しかったっていう、同じやり方かもしれない、ね、そうかそうかもしれない、ね、うん、かといって直人を買っての厳しさじゃないんだよね、うんうんうん、あの本当に違う違うと思ってたからもうズバズバ言うんだよ、ああそうか、あの人はそうだね、そうなんだ、気にしない人だからね、うん、でやっぱり撮影も結局俺らでも昼間朝からやって昼にはもう終わるって聞いてたの、うんうんうん、もう日が暮れてたから、ね、俺あのワンシーンしか出てないけど、クソだね、いやクソだねってそれはやっぱりあんだけのスタッフをこだわりがねあるってことね、うん、それでヒットしてないんだから笑うよ、ね、いやいやまあまあそれは鬼滅の刃があったからしょうがないんだよ、鬼滅の刃、うん、しょうがないね、ねえしょうがない、鬼滅とがっぷり四つだったからね、ああいいこと言ってくれる、喜ぶよあいつ本当に、上島さん質問です、はい、ラジオネーム金のマンタ、はい、上島さんが映画撮るとしたらどんな作品撮りたいですか、俺はな、俺は人演出したりなんか本書いたりそういうのは全然自分にはないと思う、ないね、そうだね、いやないねじゃないだから簡単に否定をするなよ、曲いきますか、寺門ジモン監督映画のですねフードラック食運の主題歌でございます、よく笑いケツメシです、さあというわけで有吉ゆきサンデーナイトドリーマー令和3年新春スペシャルダチョウ倶楽部の上島竜兵さんをお迎えしております、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、うんうん、まあメールもいろいろとありますけれども、ね、嬉しいですね、ありがとうございます、還暦だもんね、もう本当に、うん、もうだってすぐ来年、ね、もうそうでしょ、来年1月20日で、ああそう今年だ、今年の1月20日で、そう、あと17日ぐらいですね、そうか、どうですか、いや自分ではそんなもう還暦だって意識は全然ないけど、うんうんうん、まあもう60なんだな、でも60って今の60って若いからな、まあ人によりますね、ああそれどういうこと、人によるもうあは60だなっていう人もいれば、ああまだ全然若い、全然40代みたいだな、そうそうそういう人もいますし、ね、あ俺どう見える、年相60に見えます、60に見えますちょうどちょうどだそうです、ちょうど60に見えますこれはどう、別にそう見えてもいいんだけど、若いですよって言われたいよね、言われたいんだよそりゃそうだ、芸風的にもな、やっぱりそう言われたいんだけど、うん、年相か、まあね、うん、まあそうだ、年相で人間いいけどな、うん、そうだと思いますよ、それでいいよね、だからもう今後はやっぱり60のおじさんなりの
やり方でいいと思いますけどね。変に若作りされてもね、こっちもやっぱり、ね、ああでも髪も染めてんのよ。はいはいはい、まあそうでしょうね。もみあげとか前の方とか染めないともう白髪なのよ。うん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 、うん、でも染めない方、染めなくてもいいじゃないですかっていう人もいるけど、うん、俺的にはやっぱりダメなんだよな。そうかもね、芸風的にね。芸風的にそうなんだよ。あ、うん、だからもみあげなんかすぐ白髪出てくるから、うん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 、毎回染めてんだけど。やっぱりだって、うん、白髪の60のおじさん風呂沈めてさ、バットでぶん殴ってさ、裸に向いてさ、外に放り出すなんてできない。それお前がやってるだけや。お前がちょっと前にそれずっと俺にそれやってたよ。思いっきり氷ぶつけたり。それやっぱ白髪じゃん。そうそう、ちょっと痛々しいからね。痛々しいね。そうなんだよ。だからそこら辺がちょっとあるんだよね。あとだからやっぱ体のほら筋肉も落ちてくるじゃない。どうしても。ほら運動もしてないわけだから。そうそう。で太ってても張りがちょっとなくなってくるから、やっぱちょっとボディースーツ着たりとか、ちょっとなんとかしてほしい。ボディースーツ？裸でやっぱちょっとヨボヨボのね、ちょっとやっぱ60歳の人の肌見ちゃうと引いちゃうんですよね、こっちも殺す時に。あやめようかなと思っちゃうんですよね。鍛えてないしね。うん、そうなんだよな。うん、そうだ、多少はね、なんかあの腰痛めてから、はいはいはい、夏にちょっと痛めまして、はいはい、それからはヘルニアになってからはちょっとちょこちょこ歩いたりね、はしてるんだけどね。こうやって話してたりしたら、全然もう大丈夫なんだよ。はいはいはい、話す分には。うん、とか、あの、収録とかやってる時は全然大丈夫なんだ。うんうんうん、でもなんかいざ一人になって、うん、で一人になる時間が多いじゃん。まあね、暇な時間が、ね、特にね。そしたら考えるのが、うん、こう腰のことばっかりになっちゃうから、うん、腰のことを考えてる、うん、もうこれいつになったら治るんだろうみたいな、ね、あ痛いんだやっぱり。じゃあちょっと痛いのよ。あ、うん、で長時間ちょっと座ってたりなんかあぐらかいたりしたら、うん、どうなんだろうなこれって。先生どうなりますかね、うん、本当に。俺にそれやっぱ痛み止めとかバンバン飲んだりとか、うん、医療用タイマー使ったりとかいろいろあるでしょ。バカなこと言わないよ。痛み止めもあそんな飲まないようにしてるんで。あ、飲まないようにしてるんですか。痛み止めはね、一回ね、だからね、舞台やった時ちょうど、はい、あれでしたね、今回あれだったけど、うんうん、あの時やっぱ怖いから、うん、なんかあったらね、うん、だからもうしょっちゅうこの痛み止め飲んでた。うん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 、具合悪くなっちゃった。ああ、まあそうだ、うん。胃が荒れたのかなんかかな、うん。食欲はないし、うん。うん、で、痛さも普通の時はもっと真っ白に感じするし。ああ、そうか。薬使ってない、ね。うん、3日間ぐらいもう薬使ってないとか、まあ薬だけど、普通の市販されてる。大体わかりますよ、それは。痛み止めね。痛み止めね。だからそういう時はもうそれ痛かったらそこ、あの、痛いところにブロック注射打つんですよ。うん、あ、ブロック注射がね、俺打ったのよ、一回。うん、効かなかったんだよ。あ、でももっと強いやつ。でもスポーツ選手はそうらしいですもんね。いや、それはそうでしょ、うん。痛いんだからもっと強いやつ、もっと強い。みたいになっちゃうね。大丈夫。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.www.jfn.je/dreamer Slay Night Dreamer。 さあ、ということで有吉ゆきサンデーナイトドリーマーダチョウ倶楽部の上島竜兵さんをお迎えしております。よろしくお願いします。メールもいっぱい来ておりますけどもね。あ、でもあれだね、あの嵐の大野くんが休止、はい、ね、活動休止っていうことに、もう今この現時点ではなってますけどもね。うんうん、そうそうね、はい、結構仲良くされてましたね。結構よくっていうか、まあちょこちょこ飲みには行ってた。うんうん、あの、ね、ドラマでね、うんうん、一緒だったから、ね、怪物くんで一緒でね、怪物くんでね、うん、一緒だった。ちょっとまあ寂しいですけどね、まあ本人的には大変だったでしょう。一回お休みということでございます、ね、のろかよ結婚ですって。びっくりしたよ、ね、うん、あ、びっくりしたっていうかまあ、彼氏がいるっていうのは知ってたからね、うんうん、でマネージャーから俺は聞いたんだけど、うん、そう、ごめんなさい、びっくりしなかったんだよ俺。ああそう、うん、どっちでもいいけど、うん、どっちでもいいな、俺もどっちでもいいと思う。ラジオネームキラの反対はキラ、うん、はい。2020年マスク不足社会問題となりましたね、うん、もし上島さんがマスクの代わりにパンティーを使わなければならないとしたら、どの女優さんのパンティー使いたいですか。それやっぱ吉岡里帆ちゃんだろ。まあ、変わんないね。変わんないんだよな。ちょっと痩せて、うん、なんか女優してきたから、うん、少しちょっと前ほどなって思うとこもあったんだけど、う
でもあのカップうどんのあの CM、うん、キツネの、うん、あれはやっぱ可愛いな。ほんともうちょっとあのなんかぽっちゃりした肉好きがいいね、うんうん、あのグラビア出身じゃないですか、うんうん、だからその頃の吉岡さんが好きだったけど、健康的な感じが好きなんですね。そうなんだよな、ね、それが好きだったんだけど、デビュー当時の榊原郁恵さんみたいな。いやあそこごめんなさい、郁恵さん、ごめんなさい、そんなあんまり郁恵さんに謝らなくて、うん、聞いてねえよ聞くわけねえだろ、まずね、そうっすよ、郁恵さんがサンドリサンドリなんてね、合わせるわけないよねそう、なんかね、あの辺の顔って、はいはい、好きなんだよ。うん、だからちょっとたぬき顔、そうそうそうのね、うん、だからまあ始まり相武咲さんから始まって、ね、はい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 、優しそうなね、そうそう、うんうんうん、あなたの双子の姉妹、うん、マナカナちゃんね、マナカナちゃんみたいな感じとかねああいう感じ系統の顔が好きなのよ。そうかそうかそうか、ね、うん、パンティやっぱり どんな感じの方がいい、黒白レースとかいろいろありますけど、マスクにするならレースは意味ないだろ入ってくるじゃん何ニヤニヤしながら言ってんだよ。レースは意味ないだろうって。レースティーバックはダメだな。うん、黒もな。白と。まあ、白が一般的だよな。ね、うん、白でちょっと刺繍の入ったやつとかね。ああなるほどね、うん。どこの部分を口に当てますか。それはやっぱりあの、ま、前の部分でしょ。前の部分をこうちょっとずらして、だから腹ぐらいまで止まっちゃう可能性があるから。このここちょっとこうずらして仮面ライダーみたいになっちゃうけど、また股上が厚いところを鼻と口にするちょうど来るようにね、そう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 、そしたらちょうどいいんじゃないかなと思って、正規の部分当たる部分を、うん、だからちょうど口と鼻に行きたいってことですね。その部分をいけたらいいんだけどね、はいはいはい、うん、ちょっとマスクみたいになるけどねこうちょうどこうなってね、変態仮面的な被り方でいいですよね。そう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 、うん、あれぐらいだったら防止できるかなと思って、はい、新しいものがいいですか、新品のものがいいか、それともよく使ったものか、今脱いだものがいいか。そらあれだろう、今脱いだものそら今脱いだものがいい。ちょっと消毒した方がいいですか、一回。あ、そうね、ちょっとやっぱりそれでちょっと匂いがあったらちょっと嫌になるからな、シュッシュッとこう軽いこう香り付けのフローラルな感じのなんかね、まあ、できればだからそういうことで言ったら理想的には一回洗濯した方がいいかもしれないな。じゃあそっちがいいんじゃん、うん、何回か履いたものを洗濯したものをじゃあ渡せばいいね。そうね、それが一番助かるね、はい、吉岡さん、うん、そういうことなんです俺ねこんなことばっかり言ってるからかも分かんないぞ、あの吉岡さんのラジオ去年か出た時に、ね、うん、で最後にお疲れ様でしたって言ったら向こうがあお元気でって言われたんで、もう会わない、もう会わないんだ、もうその話何回目だよいい加減してくれよ本当にグッと飲むんじゃないよ悪い酒になってるよ悪い癖の来ております。ラジオネームサイレント失格、はい、自粛期間中は週に何回ぐらいオナニーしてましたそんな言うことねえだろなんでそんなこと言わなきゃいけないんだよちょっと聞きたいです、スターのプライベートを覗き見したいじゃないですか、プライベート入りすぎだろ減りました、でも60を前にして、あとねやっぱりちょっと腰痛めたってもあったから、そうかそうかそうか、ちょっと減ったね、なるほどなるほど、うん、やっぱりねちょっと寂しいね、うん、でやっぱりあのなんていうのかね、あのアダルトビデオ、うん、を見るのももうなんかもう見すぎて、うん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 、もうパターンが分かっちゃうし、なるほど、で俺的にはあの女優さんが AV の女優さんがカメラにこう意識してあーとかやるのはもう俺ダメなの。なるほどね、うん、盗撮みたいなのがいいんだよね、だからそうそうそう、プライベートみたいな感じ、そうそう、盗撮っていうかまあ盗撮じゃないよ、盗撮じゃないけど、そんなことないし、うん、うん、そうプライベートみたいなのがまあいいからね、なるほど、なるほど、うん、そうなんだよ、だお酒飲んでてそういう感じになるっていうのが一番いいんだけどね、ああ。だからまあ回数は僕もそれは減りましたよ、あやっぱり、やっぱり、うん、でもやめちゃいけない、そういうとこから老け込んでいくよ、そういうことそういうこと、うん、うん、だから今でもやめちゃいないですよ、週には絶対あキープしないと、それがねあのコンスタントにローテーション組めないんだよ1日に2回やっちゃう時もあれば元気じゃん、元気だ、元気じゃねえ、いい加減しろ
60前に1日2回、うん、やっちゃなかなかのもんですよ。顔真っ赤にしてなかなかですよ。バカじゃないの、はい、心配して損したわけ。何1日2回で。そういう時もあったけどな。ラジオネーム身勝手ダイナマイト、今年は何かと自粛をしましょうというムードでしたけれども、はいはい、上島さんお得意のカーセックスも自粛でしたからね。麻布十番祭りね。もうやめてくれない、もう俺も奥様とのもうあれです、頼む、やめてくれ、もうそれ言ったらもう麻布十番祭り、ね、いややめてくれ。麻布に一番人が集まる時に、コインパーキングの駐車場でカーセックスをする。もう勘弁してくれよ、もうそれ言ったらもう本当にもうすごい揉めるんだから。もう本当に言うんじゃないって。もうすっごい揉めるんだよ。もうこれフィクションです、フィクション。ありがとう。はい、ラジオネーム杉杉、上島さん以前、うん、カーセックスの次はもういいよ、他人の家でセックスをするのが夢だと語っておりました。今後体験してみたいセックスシチュエーションありますか？他人の家でやってないですか？まだじゃあ肥後さん家でとか。やってないやってない。本当あの人の家でオナニーしたのは、うん、あの劇団一人ぐらいのもんだよ。俺の家で。これはやりますからね、うん、僕もやられましたから本当、はい、だからシチュエーションならだからそうこれあくまでもシチュエーションですよ、うんはいはい、シチュエーションなんだけど今ほらなんかあの隣にこう寝てる人がいるのにこうエッチしちゃったりっていうパターンもあるじゃん、うん、例えば奥さんが隣に旦那さんいるのに、うん、その旦那の部下みたいなのが泊まりに来てやっちゃったとかね、うん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 、うん、寝取られみたいなね。そう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 、はい、寝取られ、はい、うん、ああいうのはやっぱりちょっと興奮することはするね。なるほどなるほど、うん、だから俺も上司の家に呼ばれたりしてね。上司って誰だよ。でも誰ですかって会社員じゃないんだけど。いや俺はどっちかって言ったらそっち系統の方が好きなの。誘惑されてみたいなね。高田文雄先生の家遊びにお正月挨拶行って、うん、高田文雄先生の奥様とちょっとイチャイチャしちゃうとか。罰当たりなこと言うな。そういうふうになってんじゃん。上司ってさ限られてくるじゃないね。もうあんまりないですもんね。だから設定は設定だけであくまでも、うん、高田先生家に行って清水美智子さんとイチャイチャするっていう。やろう。そんなお前失礼だわ。もうほらそんなのともう別にそれは清水美智子さんも魅力的な人だからイチャイチャさせてくれるならしたいけども失礼だろ俺みたいなやつが。ほ、うん、まだ時間があるんでね、はい、あどんどんもうね今ねこれは俺らもねあんま知らないところなんだよな、はいはい、ラジオの田中誠志郎、はい、上島さんが今一番仲いい後輩は誰ですか？これはだからあれなんだよ、みんなね、うん、忙しいから、うん、ストレッチーズでしたっけ？ストレッチーズの高木、最近そう福島の方ですね、うん、あいつとはそうそう この今みたいな状況になるまで去年あたりまではちょこちょこ飲んでたけどね、うん、あいつも中野だからね近いからね、家が近くに、うん、ただねあいつの飲んでたけどやっぱり今の若いやつ今若いって言ってもあいつも27ぐらいかな、うんうん、若いでなんか連れてったらよく行くバーで出たつまみがオードブルみたいなのが明らかに2人で行ってるから2人分ずつ入ってるわけだよ。うん、クラッカー2枚、ね、2枚、そうそう、はい、そういうことで、かぼちゃかなんかの煮つけ2枚煮つけ2つとかそういうの2つずつ入ってはいどうぞって出された時に喋、うん、ってたら、うん、あいつ全部食うのよ。あれ俺かぼちゃ好きなのになんでかお前かぼちゃ食っちゃったのってでちょっとねでお説教になりかけたんだけど、うん、いや後輩のお説教なんかあんまりしちゃよくないと思ったから、うんうん、だからいや俺はね、うん、許すけどね、うん、他の先輩でこんなことやったらお前怒られるよ。そうだね、うんうん、食べたかったら食べていいけどこれ上島さん食べないんだったらいただいていいですかって言えばいいだろうって、うんうん、2人分だなってこう認識しなきゃダメだってことね。そうそう、うん、2人分なの、うんうんうん、あくまでも2人分なの、うんうん、だからそれはちょっと怒ったことあって、うん相変わらずせこい話ばっかり変わらずですね。全然変わってない最初のエピソードが。じゃああとであとそれあれこれ言わせて、あの人を見るじゃないけど、はい、後輩でもそれが全然笑って許せるやつと、うん、なんか言いたくなるやつといるのよ。まあそうですね、うん、だからまあはっきり言ったら有吉とかさ、うんうん、あいつ土田とかさ、うん、まあ、そういう人たちはあんまりそういうのってあもうお前俺の分だよそれみたいなね、うんうんうん、はいはいはい、そういう感じになるんだけど
安田さんがやったらそれ許されない、ね、いやもう怒るよ安田だから貧乏神って言われるんだから俺はそうすな怒られたりするもんねあそうまあねそういうのはありますよねちょっとあるなでも自分の嫌なとこだけどねじゃあ福島ですかじゃあ一番はまあ若手って言ったらまあ若手も若手だけどなうん、もう本当でもこのご時世になったからあいつらも苦しいだろうなまあそうでしょうね若手もねライブしかね、うん、なかなかなんか準決勝ぐらいまで行ってたかな福島はねうんネタではね、まあ、M1 はね準決勝そこまで行ったんだ頑張ってやってました大したもんだな、うんうんうん、あじゃあまあ一人で飲むことが多いですかもうこのニュー時代だったから一人で飲んで一人で飲んで一人でしこってしこりはしないよしこってないよねSlay Night Dreamer Live on air さあというわけで有吉弘行サンデーナイトドリーマー、ねうん、大事なカンパチ太郎、はい、まだ1時間しか経ってないんですか体感では8時間経ったように感じました誰だそれ本名でよ本名で本名聞こうとするからラジオのカッペン有吉さん今年もダラダラと1時間経過しましたがジモンさんの1時間上島さんの1時間現在のところどちらが苦痛ですかこれ不思議なもんでやっぱ上島さんの方が苦痛だねおい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 もうやめてくれよもう何が俺傷つくってそれ一番傷つくわジモンさんとまあいつよく喋るからなよく喋る、うん、めっちゃつまんなかったよそんなことないよそんなことないですよそんな聞いてましたけど全然面白かったすごい面白かったナイナイさんのラジオこっちが先だったんだよ、はいはいはい、でナイナイさんの方は後行ってたんだけど全く同じ話してた番宣だからね番宣だからってことで許して参りました、ね、俺も同じ話ばっかりしてるから、はい、もう本当に、うん、ラジオに身勝手ダイナマイトオリンピック延期されて7月に開幕するそうですが、うん、上島さんの葬式は何月に開催されますか？まあ、わかんねえわそんなもん。わかんないね確かに。でもほちょっとやっぱり昔はほら上島さんが死んだらさ棺桶に、うん、ね色ネットをかけたりとかして、うん、あの、うん、タイの湯引きみたいにしてやろうかとかね、はい、話してましたねいう話をしてて棺桶の中に爆竹入れたりとか、はい、なんかいろいろやってやろうかなとか思ってましたけど、うんうんうん、やっぱりさすがに60を迎えると現実のものとして、うん、ね、うん、上島さんの死というものが現実的になってきましたんで、うんうん、ちょっとやっぱり悲しい気分ですね、うんあでもあのふざけられないまだ死んでないのにまだ死んでないのに悲しい気分なの全然俺知らないからなご時世的にもやっぱあんまふざけられないお前はもう早くあの俺のことを死なそう死なそうとしてるけど53で死ぬとかなんかで言い訳なんかわかんないけどスターはな早く死ぬって523それで俺もちょっと機嫌が良くなるっていうのもおかしい話だけど、はいそうですね、うん俺まだ生きるからないやだからそのなんか俺も商売上がったりでねあの53歳で死んでくれてさ俺も無事占い師としてやっていけたはずなんですよ占い嫌いだろう唯一あれが外れたっていうあれ外れてるんですよ悔しいですよね本当にねなんか葬式こうしてほしいなっていうかありますこっちもなかなかふざけにくいご時世になってきましたよね、うん、まあねいやだからもう今ももしここ何年かで亡くなったらそんな派手にはできないだろうね、うん、だって俺還暦のさ誕生日でもできないわけだからそうかそうかちゃんちゃんこ来てねみんなでもっていうわけにはできないでしょ、うん、だから寂しいなとは思ってるけどそうね自分のでもそういうふうにしてほしいけどな、うん、ホイールで包んでいいですかダメだよそんなお前たけし君なんかお前どういうことよえいやなんかあれだろダンカンさんがアルミホイールで焼き芋入れたんだろあなんか、ね、そうでしょいや上島さんを、うん、ホイールで包んで死体をほんでバナナの皮入れて縁に埋めてあの蒸していい南国の豚肉料理じゃない美味しくなるのかな美味しいのが出来上がるのか10時間ぐらい焼いて蒸して長めですね10時間で長めですね焼くのがねもうあのでも楽しく面白くはしてほしいけどそうですね、うんうん、みんなでシェアしてレモンかけてさっぱりなんで何でしょう俺さあというわけで一部の地域の方この時間でお別れでございますまた来週も聞いてくださいお相手有吉弘行とデンジャラス安田でした上島竜兵でした、はい、この後も聞ける方引き続きお願いします
2021年令和3年1月3日でございます。時刻が夜9時。改めまして明けましておめでとうございます。有吉弘行です。明けましておめでとうございます。デンジラス安田です。明けまして東京半いやあぶつかるな。フライングでぶつかりますね。そうでしたね。なんか息が合わないで、はい、はい、自己紹介お願いします。はい、ダチョウ倶楽部上島竜兵です。おめでとうございます、東京半蔵門 JFL スタジオからサンデーナイトドリームをお送りしております、うん、新春スペシャルゲスト上島竜兵さんでございます。お願いします。飲んでますか？飲んでます、はい。やっぱりね、最初の頃ここで出された時もベロベロだったから、うん、それだけはちょっと注意してね、はい、うん、水割りで。ちょっとこれやっぱりいつも上島さんには当たりが強い番組ですから、1個ぐらいちょっとご機嫌になってもらう記事ございますか、うん、あ、そうですか、はい。ダイムという雑誌のウェブ版に掲載されていたニュースでございます。トリオ芸人についての調査を2000人にアンケートしたところ、最も好きなトリオ芸人は3位、うん、東京ゼロ三。これはな、CM なんか面白いもんな。2位、うん、ネプチューン。ああ、そうね、いいね。1位は、うん、ダチョウ倶楽部さん、おめでとうございます。いや、これし、よくわかんないんだけど、俺も人に言われて気づいたんだけど。圧倒的です。2位のネプチューンさんが382票。ダチョウ倉尾さん1位465票。あ、嬉しいね、うん、でもね、うん、この雑誌的にはまあ失礼なこと言うかもしれないけど、すごい有名な雑誌な、まあ有名なダイムは有名な雑誌でございますね。なんかね、アンケート回答者からは以下のようなコメントでございます、はいはい。嫌味がないので、自虐ネタで単純で面白い、うん、ああ、じゃない、一見くだらないようなことにも常に全力で体当たりをしている、うん、リーダーに引っ張られるのではなく、3人の個性がバランスが良い。ああ、上島さんの捨て身の笑いが好き。ああ、ありがたい。お約束の伝統芸が人間国宝級である。ぜひ日本国の勲章を与えてほしい、などなどと。もうこれサンデーナイトドリーマーじゃないみたいだね。いや本当にね、これはもうメイドの土産に一番いいんじゃないですか。これね、今日死んだら一番今日死ぬのがいいんじゃない？いや、このまま今死ぬのが一番いいと思います。死なないっつう。なんでだよ。迷惑だろこれ。なんでだよ。じゃあ死んでやろうかここで。外で死んで。やめてください。ここでやめてください。外で死んでくれ。こうかけて死んでやろうか。外でな。外でもやめてください。外でな。外でも中でもやめてください。FM 中血の海にしてやろうか。外でな。外でもダメです。おやめください。ちょうど還暦でいいな、赤でな。やめなさい。いいよ、いいと思うよ。よくない。死ぬには。よくないからね。じゃあ、お前の目の前で首かけてやるから。外でな。外でじゃないんで。中でも外でもやめてください。ね、とにかく、ブースでも死なせたくない。取るやつね。本当でもそれぐらい嬉しいことは嬉しい。あ、これはね、うん、すごいですよ。だってやっぱり東京ゼロさんとかね、うん、今すごい好感度も人気もある中、うん、でそれ以下で言うと森三中、うん、ジャングルポケット、うん、四千頭身、うん、三時のヒロイン、うん、安田大サーカス、うん、花子パンサー我が家ですから、うん、すごいですよ、うん、でもこれってあれでしょ、そういうこう なんていうの、いろんなトリオグループを書いたのを見せて、この中で誰がみたいなことはやるんだろうね。まあそうでしょうね、多分そうだとは思いますけど、ね、そうすると名前は出てこなかった。名前は出てこないでしょうね、ダチョウ倶楽部で。いやね、俺らは出るかもしれないけど、出てこない人たちもいるだろうなと思って、ね、うん、でもこれはすごいことだと思う。いや、ありがたいですよ、ね、本当に、うん、このお笑い第7世代とかね、ちょっとお笑いが若返りとか言われてる時代に、うん、ダチョウ倶楽部さんがまだ1位で、ね、すごいっす。何をやってんだ他のトリオはと思います。いや本当嬉しいな。ラジオネームカンパチ太郎、はい、第7世代にリアクション芸人いると思いますか？あのね、それよく聞かれるんだけど、うんうんうん、前なんかやった番組で、うん、あの霜降りのせいやね。だからせいやなんかはいいんじゃないかなと思った。せいやガッツマンですからね、うん、で、うん、粗品がまたうまいこと突っ込むし、だからちょうど結構成立してんのかなって。リアクションでもし空回りして外しても、うん、ちゃんとフォローできるんじゃないのかなって思うのは思ったけどね、うん、なんかオールマイティな感じはしますよね。そうなんだね。あれが嫌だこれが嫌だって感じの芸人ではないですね、うん、で、あの見た目もね、せいやなんかは小太りでちょっとぽっちゃりして、うん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 、いいかもしれません、確かに ね、うん、まあ、せいやにしてみりゃいいよ、迷惑でしょうけどね。なんで迷惑なんだよ。名前出すんじゃねえよ。聞かれたから言ったんだよ。名前出すんじゃねえ、ジジイが。あいつそんな嫌なやつなんだよ。もっといいやつだったぞ。
まあでもなかなか本当に上島さんだ出川さんの後を追うようなリアクション番組が出てこないでしょうね。番組がね。そうですね。番組がない。だからもうはっきり言ってあれみたいなもんなんじゃないの？あのお前の番組壁ぐらいのもんじゃないの？お前ってなんだ。いやじゃあ有吉さんの番組ぐらいじゃないですか。ちょっとリアクションっぽいようなこともできるですよ、ね。いやもうコロナ禍じゃなきゃね、もっといろいろリアクション系もできるんだけど。そう、最初の頃結構やってたじゃん。そう爆破とかもやってたんですけど ね。まあ状況が良くなればいいなという。そうだね、もう本当やったよね。出川さんもそんなにないですもん。俺も出川さんとあんまり会わなくなっちゃったけど、うん、あ、そうなの、あんまり会ってない。1年2、3回しか会わないな。この間だからあのもう多分もう終わってるけど、笑ってはいけないの時にちょっと会ったけどね。うん、そうかそうか。あれは渡部さんとは会ってないの？渡部さん出たかどうかも俺ら知らないんだけど、うん、いや噂でしか会ってないの、うん、その頃噂はちょっとあったけど、でもそんなの聞くわけにいかないし、まあね、さすがに聞いたって言わないし、まあ言わないでしょうね、うん、そうか。じゃあもうあんまそうだね、出川さんもな、コロナかかっちゃうと大変そうだから、あんだけ太ってるしね。そうね、気をつけた方がいいからね、まあ、気をつけた方がいい。あいつはね本当に結構怪我してるしね。まあね、昔から、うん、だからね、あいつ肝臓悪いでしょちょっと。あんまり良くない、そうだろうね、うん、あんまり良くないみたいね。お酒飲まないけどね。、うん、ちょっとマヨネーズとかそういうのばっかり。まあね、ちょっとコレステロールねいっぱい取っちゃうからね。そうそう、どうしてもあの人マヨネーズは美味しいんだけどね、うんうん、だってサバの刺身にもマヨネーズつけて食べるんだよ、あの人。信じられないよね。サバのサバの刺身は俺大好きだから頼んでわーっプリマヨネーズつけたんだ。信じられないよね。それサバ好きって言わないじゃないかな。マヨネーズ好きだからね、そうなるとね。一時あの志村さんがさ、うん、何でもニンニク入れてたのと同じだな。何でもニンニク入れちゃう。何でもニンニク入れちゃう。何でも、それも刺身でもニンニク入れちゃう。何でも。何でもいいじゃん。カツオのたたきみたいな食べ方。そう。やめなさいよ、死人にムチ打つ。ムチ打ってないって。そエピソード。エピソード。そう。ムチじゃないですよ。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.www.jfn.jp/dreamer さあ、というわけで有吉弘行サンデーナイトドリーマーダチョウ倶楽部上島竜兵さんをお迎えしておりますけれども、2020年の芸能界少し振り返っておきます、はい、こうまあニュースあると思うんですけど、はいはい、ちょっとなんか気になるのありますか？これ見たら1位が藤井聡太、うんうん、君になってるけど、うん、2位が志村さんってなってるけど、うん、やっぱ俺的にはやっぱ1位が志村さん。まあそうだろうね、うん、そんな感じかな。 あと渡部もちょっとね、渡部さんの件はするね、大変だったね、まだ収まってない、ね、なんか何が悪かったんですかねあれ。まあやっぱりそれ聞きつけて自分で記者会見やりたいって言ったんでしょ、うん、俺は分かんないけどね。その有吉の方が詳しいんじゃないの、うん、俺も全然だから付き合いもないし知らないもん、うん、いやそんなことないだろ。付き合いがないことはないだろ。両方ともなんか俺がこういうことの名前で、ね、両方とも損をしたね。渡部君もそうだし、うんうんうん、あの奥さんの方もね、奥さんも取材側もそうだしね、うん、あなるほど、レポーターもそうだし、ね、あそういう記者会見が、ね、記者会見がね、うん、なんかねあれどうしたらよかったんでしょうかね。いや渡部さんはダメだ。渡辺謙さんの会見はすごくなんか大成功で、女性レポーター陣も思わずうっとりしてしまいましたなんていう言葉も漏れてるようなね、やっぱり。そういうのがね、渡辺謙さんの会見の時はそれが渡部謙は全然ボロカスですからね。いやもうだからまあ時期も悪かったんだろう。だからああもうやそういうことになった時点ですぐやんなかった、うん、した原田龍二さんみたいにね、うん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 、なんかそんなに好きなんですか、ね、大好きですって笑いになっちゃう、うんうんうん、それもあったんだと思うけどね。まあそういうことか。いやわかんない、よくわかんないでしょ不倫は。いやいいけどあってもいいと思うけどね、ちょっと話題作りには、うん、不倫ないね、うん、なんかでも話題がないからほらポンとさ派手なのないなんかちょっと話題作りに好きな人いないの。そうだよ、話題作りで不倫今時昭和じゃないんだ。でも俺なんかがしても絶対食いつかないと思うからね。まあね、まあねじゃないよ、多少は食いつく、まあねじゃない、ボルジュ流行語
あ、ぼる塾ね、うん、ぼる塾も3人、まああれは4人組だけどね、今は3人で活動してる。ああ面白いけどね、面白いね、うん、ぼる塾ね、うん、そうそう、そうか、じゃあ不倫はないね。あとは不倫はないね。そうだから志村さんとあと岡江久美子さんもそうだったね。いやもう俺はそんなね、あのなんか朝の番組、うんうん、のちょっとあれで、花丸か、ね、出してもらったぐらいなんだけど、ちょっとびっくりしたよね。でもね、元気そうな方々でしたからね。あとジャニーズのメンバーが結構対象とかありますよね。永瀬くんとかも、あそうだね、手越くんとか、いやなんかこうそういうの言ったらちょっとあんまり良くないのかもしれないけど、やっぱりジャニーさんが亡くなってからなんかね、あまあね、そういうね、一家緊張の糸が切れちゃうっていうかね、で こういうことも言っちゃいけないかわかんないけど、うん、まあスマップのあの終わり方に比べたら、うんうん、嵐の終わり方ってまだいいんじゃないの、まあ、終わったわけじゃないけど、うん、休業だけど、うんうん、なんかそんな感じもしましたね。あとはあとはそうね、まあ、自殺もそうだったね。うんね、かわいそうな事件が結構ありましてね、大変、まあコロナ禍でやっぱりちょっとみんな気持ちが弱ってるというようなところもありますしね、なかなか難しいですけれどもね、ろくなコメントありませんでした、ね、これ世間のニュースとかあんまり興味ないもんねニュースに疎いもんね、すいませんでした本当に、うん、ごめんなさいねじゃあもうこういうのやらせよ、もうしょうがない、普通に喋らせても喋れないんだからいやいや自業自得よ、本当にこんなことは俺今ね、だって好きなニュース選んで好きなように喋ってくださいって僕誘導したはずですよ、はい、そうですよね、それでその結果が、はい、まあ何もなかったわけじゃない、そうでしたね、なんかってなるとこういうことになります、ね、ラジオネームサイン Z、 はい、伝次郎先生に虫眼鏡で肛門を焼かれている時のリアクションをお願いしますまあこういうことになってくるので、ね、しょうがないよ伝次郎先生、はい、が虫眼鏡で肛門を焼きます、はい、よし、え、本当にそんな焼くんですか先生、え、そうなんですか、いや、いいですけど、いや、そんなあんまりやられても困りますよ、ただあの肛門に直に当てないでくださいね、はい、じゃあやります、はい、はい、どうぞ、はい、あ、来た来た、いや、先生これ直に当たってるよ、肛門に直って先生直って何なのよちょっと見ないですよね、だからこれはもう捉えられてんだろうな、ああ、うん、押さえつけられてて、うん、これはいいかな、これは多分簡単だと思います、うん、ラジオネームカンパチ太郎、オナニーをしていたらザーメンと一緒にえなりかずきがペニスから出てきましたリアクションお願いしますええなりかずきくんがしこってたら、うん、精子と一緒にえなりが出てきた、うん、ああ気持ちいい、ああああ行きそうだ、行っちゃう行く、ああリュウさん元気ですか、もういいよ、もうさ、えなりかずきモノマネもできないし無理だよ、そんな出てくるはずがないだろいやでも妄想ですから、いやこっちもやらせたくないけど、普通の会話ができないからこうなってんですから、お願いしますよ、ラジオネーム三平、ラサール石井さんに、うん、おいリュウちゃん今から二人きりで飲もうよと誘われてしまった時の、うん、ガチのリアクションです、ああリアクションね、それは見てみたいですね、うん、ああじゃあ、二人きりのお疲れ様でした、お疲れした、あーえはい、え二人きりですか、えな、な、何かあるんですか、別に飲まなくてもここで聞きますよ、何ですか、いやいや、いいですいいです、もうここで行ってくださいよ、なんで行かないんだよ、行きなさいよ、行きなさいよ、おいいっすねって、行きゃいいじゃないですか、何かがあってのルイちゃんこうこうで今度これやってもらいたいんだけど、それでちょっと相談したいから飲みに行かないかだったらいいけど、ああいきなりさお前と二人でちょっと飲みたい、ちょっと来ねえか、いやいやいや、ここで行ってくださいよ、言うこと、いやいや行きましょうよ、いやいやもうここじゃ話しにくいことがあるんでしょう、うん、いやもう来ますよ、じゃあここで橋の方で二人きりでいいですよ、固く何なんだよ
ヤサールさんはな、いい人だけどな。だって舞台、志村コンの時ね、演出、うん、そうですね。そうそう、うん、すごいいい人だったけどね。うん。ヤサールさんも苦しいだろうな、今。舞台演出いろいろやってたけど、今舞台がね、確かにね、ことごとくね、うん、あれになってるからね。なんか結構カモメンタルの舞台、ね、カモメンタル絡みの舞台、ちょっとなんか一緒、どうされてるのか、写真一緒に撮ってたりとかして。ああ、そうなんだ。うん、ああ、だったらよかった。評判だからね、カモメンタルの舞台はね。うん、へえ。ラジオネーム三平、はい。ヨガのやりすぎで、脱水症状に陥った片岡鶴太郎が、丸出しで倒れているのを発見した時のリアクションをお願いします。あ、鶴さんがやな、ね、いつ倒れたからヨガやってらっしゃいますか。あ、じゃあ、え、あ、鶴太郎さんももういるんだ、いるんだ、あ、楽屋に。あ、そっか、挨拶、あ、そうだね、挨拶だけしておこうかな。うん、よし、行こう。うん、じゃあ3人で行くか、うん、そうだな、3人で行こう。ここだ、うん、失礼します、ダチョウです。あ、鶴ちゃん、どうなってんだ。それはそう、それしかないですよ。それしかないよ。それはそうだよ。うん、鶴さん、そこまでやるなっつったらな、もう本当にやりすぎなんだ、鶴さんもな。この前ちょうど NHK の楽屋で、はい、僕鶴太郎さんのちょっと悪口言ってたんですよ。言うなよ。NHK の楽屋。NHK の楽屋で言ってたの。なんかネット記事見て、うんうん、鶴太郎さんの写真出てきたから、はい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 、うわ、ガリガリだな、これ面白いな、うんうん、はいはい、言ってたら、ちょうど偶然、はい、コンコンって来て、はい、うん、はい、うん、ぐらいの感じ。酒ねえから、うん、立つなと、うん、はい、あとだけだ。有吉、元気。久々、鶴太郎さん。いや、学園名前あったからちょっと挨拶してね。元気でやってる。めっちゃビビりました。久々だった、鶴太郎さん。もう、ちょっと、ほんと遅いだろ。すごいな。あの、前、もう今、モノマネ俺ら出てないけど、うん、前出てた時審査員だったから、うん、挨拶行ったら、レディースの服着てた。あ、そうでしょうね。うん、これレディースなんだよね。うん、でもそういうブティックもやってるから、りゅうちゃんももしよかったら。へぇ。着れないっちのレディース。あ、そうだね、うん。このラジオのリスナーは、あの、鶴太郎さんのことを流木って呼んでます。なんだよ。やめろよ。そんなこと言うね。失礼なこと言うな。流木。なんだよ、流れてきた気なんだよ。ねえ。流れてきた気。せめて、生きてる気にして。ネットの検索ワードで、片岡鶴太郎って入れたら流木です。はいはい、やめなさいよ。広がりすぎなんだよ。でもね、流木でもこう使い方によって芸術作品にね、いいんだよ、流木を広げなくてもそうそう、あの人も絵描くから所間とかに飾るといいからね。まあまあまあ、そうですけど、あの人の絵も鶴太郎さんそうですけどね、左で描いてるらしいんだ。いいんだよ、そこまで言わなくても。どうすんですかね、鶴太郎さんって。百何十歳まで生きたいとかいうふうにおっしゃってたけど、まあそれは無理で死ぬじゃないですか、うんうん、早めに死ぬと思うけど、うん、そんなことはないよ。どう、ミイラにしてほしいのかな。もうなっちゃうんじゃないか。ならないよ。ならないって。こんな、あの、ペルーで発見されたとか、ああいうことで発見されたみたいな。こんな。うん。なんか、それにでも近いよな。いつまで言ってんだよ。Day, night, dreamer. Live, on air.さあ、東京半蔵門 JFN スタジオからお送りしております。毎年聞いてますから、あれ聞いておきましょうか。じゃあ M1 の総評をね、上島さんの、はい、あ、やっぱりこの、うん、日本で一番、うん、誰にも響かない総評を聞いて。いや、響くよ。ちゃんと見てんだから俺、ああ、全部、うん、好きなんですもんね、お笑い結構ね。いや、お笑いだから。お笑いだから俺、うん、どうでしたか。まあ結構白熱した大会でしたね。そうだね、うん、でもあのインディアンズとかさ、うん、はい、インディアンズね、あと、ニューヨークが最初だったじゃない、うん、でも面白かったじゃない。面白かったよ。だからあの、うん、あの2組ぐらいが後半であのネタ持ってきて残ってれば、うんうんうん、
結構いいとこ行ってんじゃないのかなと思って、ひょっとしたら優勝とかニューヨークだから、まあそのいつも言われるけど、その基準点とかね、ああいうことをまあなしにするんだったら全部見てから点数つけるっていうパターンもあるよっていうこと、ね、そうね、それが、うん、最初に出す点数ってやっぱり審査員の人って迷うんじゃない、高く出そうか低く出そうか、まあそうでしょうね、低めに出される傾向にありますもんね、そうね、だからそんな感じ。あとやっぱ上沼さんがやっぱり高めに出してるな、全部。ああ、今回はね、うん、結構そうかもしれない。だからいろいろ精神的な面もあるんだろうなと思って俺はまあ厳しく やりすぎた時もあったからね、うん、ああ、でいろんな問題もあったじゃないか、トロサーモンとかちょっとね文句言うやつがいたりとかね、うん、多分世間的にもそうだったんでしょうね、梶原君とかね、うん、だからちょっとそういう点が見えたな、なんか、うん、ちょっと優しくなった、うん、でもどうなんだろうね、マジカルなんラブリー、ラブリー、うん、まああの面白かったけど、うん、俺はやっぱりあの人だったんだな、あの見取り図、いやおいでやす、おいでやすから、うん、あと全体的にやっぱり叫ぶのが多かったね、まあ結構そういうスタイルが多かったんですかね、今回はね、うんうん、そうね、だから俺的にはな一番身がないのよこの総評は、うん、おいでやす全お笑い芸人の中で一番身のない総評なんですよ本当もっとナイツの花輪とかね、はい、ノンスタイルの石田の話聞きたいですよ、はい、俺はそうです、ね、ちゃんと分析した感じの、ね、分析した人の、はいはい、ノンスタイル出てなかっただろ、いやそうだけど、あのその総評ね、あー、なるほどね、なかなか難しいなお笑いはすぐだよ、じゃお笑い見ないで、もうお笑い見ないでください、いや大好きなんだよ、だから、まあ、好きですか、うん、あザ・ダブルとかは女性の、あ 見ましたよ、あ見た、うん、どう性的な目で、性的な目で見るわけなく見るわけない、そんな目で見るわけないじゃない、うん、いや誰が優勝したっけ、ああ吉住ね、吉住さんね、石原さん、うん、石原吉住じゃないそれ最後に言って滑ってたやつ、ね、いやいやあれ面白いなと思ったな、やっぱりな、もともとはだって上島さんの奥さんもね、その、うん、面白くないとはいえお笑い芸人の端くれだったわけだから、もう神様の話やめてくれもう頼むから人気でしたよね、すごいね、アイドル的な人気で、いやいやもうそれもやめて、もうほんとね、私の話するなって言われてなんでよ、いつ自分が悪いように言うからね、結局俺らを慕ってんだから、ヒカルさんヒカルさんって、そうですそうです、慕ってねえじゃねえかちっとも慕ってねえ、慕ってますよ、お会いする機会がないだけど、メール来てもういいですね、じゃあ総評はもういいですね、何もないのね、本当にもう来年からやめてよ本当に時間の無駄だわ本当にそうだな、来年こそはお笑いの素人がお笑いを語るっていうのが一番立ち悪いよ本当にね、でもそういうコンテスト番組キングオブコントも、はい、全部見てるよ、全部見てる、うん、好きだねお笑いいやお笑いだから芸人だから、うん、なんか今いいなっていう人はいないんですか、まあさっきのまあほらあいつらみたいな、今ね、今だからあれが俺は単純にあのかまいたち、ああかまいたちね、かまいたちは面白いな、うんうんうん、あれ第7世代なの、じゃあ全然もうもっと上か、もっと上です、ああそっかそっか、万全に期して、あそうだよな、もう前から大阪では活躍してたもんね、そうですそうです、うん、そうね、今更いいことじゃないな、ため息つくな耳だけはいいね本当に、ね、イヤホンしてるから集音マイクで聞こえてきちゃう、聞こえちゃうんだな、あーんと今ため息ついた笑い疲れたんですよ、うん、あ、そっかそういうことかため息だよ今じゃあ一曲いきたいと思います、20でステップ&アステップ、Send us a message using the form on the Sunday Night Premium homepage. www.jfn.com/dreamer. Slay Night Dreamer.さあというかで、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とエンジェルス安田と、上島さんが、はい、ダチョウ倶楽部上島竜兵がサンデーナイトドリーマーでございます、よろしくお願いします、いろいろとまあメールも来ても60、うん、まあ正直そう年齢をね、まあ言われるのはなかなか嫌な年になってきますけども、うん、まあさすがに還暦の時だけはしょうがないですね、ちょっとね、うん、まあでも俺そんなに年齢言われても、ああそうですか、うん大丈夫だけどね、うん、さあ何かやりたいことありますか、
ないんですか、 YouTube やりたいとか、なんかあれやってみたいとか、もうそろそろ役者で行こうかなとか、ね、いやそんなの全然、いやもう下手だし、うん、そうだな、そうだな、遠慮してきてんだよ。でも本当ね、なんか還暦になったら、はい、前有吉が MC やってくれて、うん、リアクションの伝道みたいなのあったじゃないですか、はいはい、あれ、ああいうのやりたいなとは思って、確かに、うん、俺もやりたいなと思ってます、ね、で今でもちょっと話がちょっとあるらしいんだけど、さ、このご時世だからやれるとしてもどこまでやれるのかっていうのが確かにね、あったりするから、お締めつけてクソ我慢してね、干潮して下剤入れて、はい、クソ我慢して言い方が悪い、ちょっとこのコロナ禍だと、そうそう言い方が悪いだろ、コロナ禍関係ねえ、いつだってダメだあんなもん。なんで俺がクソしてるかどうかチェックしなきゃいけないんだよ、官庁世界陸上ですよ、ね、俺あんたらの全員のクソ見てるよ俺。ふざけんなよ本当に。じゃあもう誰のクソか分かるみたいな、分かるよ大体。ジモンさんやっぱり肉食ってるから黒いんだよ、ね、うん、いい加減にしなさいよ本当に、やりたくねえよ。いや、お願いしますよ、もう、ね、もしできたら、まあ、ちょっとみんなのね、最後メイドの土産みたいに、メイドの土産っていう、出川さんもそうだけど、あんまりリアクションとかできなくなったから、ああいう DVD でもいいからね、はい、なんか Amazon だ、Netflix でもいいから、どっかでね、やらせてくれるとこないかなと思うね、もう本当に、だからそれがちょっとあったんだけどね、はい、今まだ話は徐々にっていう感じはあるんだけど、どこまでできるかね、うん、だからもうそれがね、だからもう消毒液をずっともう噴射しながらやれんですよね。噴霧し消毒液よ。そう、もう殺虫剤みたいにもうわーって巻きながらリアクションでクソ漏らしてりゃいいじゃん。はい、お前な、俺お前。お前な、お前いい加減にしろよお前。なんで殺虫剤巻きながらクソ漏らすって。殺虫剤って言ってない。消毒液。消毒液ですよ。殺虫剤って言ったよ今。殺虫剤みたいにってこと。それでも具合悪くなるよ。消毒液にずっとやったら。どうしてもね、やりたいんだったらと思ったら。消毒しながら、はいはいはい、そうやってなんか我慢したりとかっていう、うん。で、なんでクソ漏らすんだよ。それたまたまその前の企画であっただけだろ。いやでも干潮シリーズってあれ続いてたじゃないですか。まあそうだけど、でもまあそれはまあできないかもわかんない、世界干潮陸上は面白かったよね、世界干潮陸上、干潮プロレスはいまいちだったね、いまいちだった、そうそう、川田俊明さんがゲスト来られたけど、うん、やっぱ嫌なんだよね、クソ漏らすようなやつとプロレスすんのがね、おもつしてな、だからあんまりやってくれなかったね、そうなんだよ、うん、だから干潮陸上はすごい面白かった、ね、世界干潮陸上はまだまだできると思う、うん、本当に漏らすからね。いや本当に漏らしてんだよ、笑ってやるんだよ、そりゃそうだ、だって干潮打ってやるんだろう。お互いにお互いのお尻の穴に干潮打って。いやだってさ、普通あんなのさ、ああいう企画がありますって打ち合わせしてるわけだからさ、はい、前日さ飯食わなきゃいいじゃん、まあそうですよね、胃を空にしてさ、もう人間ドックみたいな状況で来りゃいいじゃん、そうですね、しっかり食ってきてやるんだ。全員バカかよっていう、なんでこんなクソでが出るんだよって怒りましたよ俺、さすがにいい加減してくださいっつって、バスの中でいい加減してくださいよ、本当に本当のうんこが出てますよ。やらせだし、やらせ一切なし、水みたいなの出てんのかな、みんな胃を空にしてね、と違う、しっかりうんこだから。いやあれもな、あの一応の制作会議っていうかね、 あの時安田君とかも関わってたから、うんね、一緒に行って、でその話してたら、ああ面白いな、館長打って、うん、おむつして館長、うん、おいおいソフトオンデマンドかこれ。すごい怒ってる、ね、言ってましたね、めちゃめちゃだったけど、めちゃめちゃ面白かったですけどね、うん、面白かった、未だに面白いと思うね、あの DVD、うん、ああありがとう、もう本当そう思うね、リアクションの教科書みたいな、ね、いや本当そうですよね、はい、詰まってますけどね、あれはだ2回目のやつはちょっとイマイチだったんだよね、そうだね、なかなかうまくいかないね、第2弾って欲が出ちゃうね、なんかね、そうなのよ、うん、難しかったけど、1回目のやつは相当面白かったと思いますけど、うん、ラジオネーム大みじ快速、みかんを食べるとき白い薄皮はどれぐらい取りますか。あ、俺はもう最近は取らない、あもうそのまま、おなんかテレビで見たから、うん、それが栄養がある、栄養がある、うん、うんうんうん、昔は取ってたよ、綺麗に取ってた、皮も出してたしね、あみかんの中身だけ食べてね、うんうん、昔おばあちゃんがそうね、大体ね、そう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 、でも俺も皮出してた、腸に良くないみたいな、あそうなんだ、消化に悪いみたいなね、うん、今逆に、うん、
焼肉はどうですか、焼肉行きますか。もう今は行ってないけどね、最近は行ってないけど、無性に肉食いたくなってからね。いや昔はほらみんなあの牛肉行きましたね、あの時ぐらい食べますか。もう食べない、そんなに食べられないですかね。いや今だから焼肉やるとしても牛でやるじゃない、うんうん、牛で買ってきた肉、うん、みたいな。だ逆にご飯食べちゃう。ああ。うん、逆にね、あの頃は食べなかった。うんうんうん。っていうか今でも多分みんなと言ったら食べないと思うんだよ。あ、やっぱり飲んでんのが楽しくて、うん、まあね、そうなんだよ。いや年齢的にあのほらカルビ食べられなくなったりとか油が重くなってきてとかあるじゃないですか。いやもうね、飲食欲がなくなったらもう人間終わり。飲食欲っていうのは飲食欲、飲む食べる、飲む食べる、おうおう、これがもう欲がなくなったら、ああまあそうだろうね、痩せるしね、人間終わりね。ああ痩せ方も違ってくるし。ああそうだね、うん、俺だから薬ちょっと痛み止め飲みすぎて胃がちょっと変なんで3日間ぐらいもう食欲も何もなかったけど、もう食欲もない、腹に何でも入ってないのよ。なんだよお前。ごめんなさい、こんなことないんですけど。今思いっきりやっただろ。アレルギーか。アレルギー、誰の、誰だアレルギーの元は。上島アレルギー。上島アレルギーじゃないですか。いや、だもう本当、だからね、もういいや、もうどうでも、もうそんな。でも確かに、元気な人、肌の色艶がいい人はよく食べるって言いますよね、お肉をね。そうそう、お肉ね。ね、お刺身もそうだね。みんな。やっぱり、梅宮達夫さんとかも、まあ、最後はね、残念でしたけど、もう、あの色艶でって言ったら、やっぱり飯食うんだっつっておっしゃってましたよね。やっぱりもう食欲なくなったらね。ね。あと、飲みたいって思わなかったらもう、うんうんうん、終わりだね。やっぱりそうか、ね。うん。それは感じたね。うん。飲食欲。なくなってんすよね、梅ね。徐々に徐々にね。なくなってんのかね。なくなってんじゃん。徐々に徐々にね。うん。うん、ラジオネーム、はい、ロンより証拠の大ライス、昨年は100日後に死ぬワニが話題となりました漫画ね、はい、100日後に死ぬ上島はどんな最後を迎えたいですか。知らないよそんなの。どれがいいですか、人に殺される、うん、大病を患う、うん、どっちがいいですか。どれも嫌だよ。でもまあね、長患いは嫌だな、まずな、長患いは確かに嫌か、うん、長患いは嫌。事故、まあでも事故はね、加害者が出ちゃうからね。そうだ、よくないね、うん、うん、人に殺されるのもよくない、ダメ、うん、あの一発で仕留めてくれたらいいけどな。ああ、ああ、うん、拳銃であのたけしさんの映画みたいに、はい、一発でとかな、頭バッと、うん、中途半端にされたらやっぱり嫌だな、うん、でも俺らも手汚したくないからね、人殺した、殺せって言ってないだろ別に。頼んだか俺。お前、いやそんなことないよ、そんなこと来てることないよ。そんなこと、ね、そんなことはないんですよ。そんなことは言いたくないけども、言いたくない。だけども、もうもろなんねえよ。おせえよ。もうおせえよ。だいぶ言い払ってるから、ね。そうか。まあでも難しいだろうね。まあどうしてもやっぱ最後は病気で亡くなっちゃうからね、みんなね。ね、そうはしょうがないことだよね。言っててもね。うん。だそういう点ではね、うん、あの志村さんもちろん早すぎたと思うし、これからどん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 もう映画もやる予定だったしね。そうだね、うん、だからやっとその部分にもちょっと心を開いて、うん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 、だから亡くなったら残念だけど、うん、でも亡くなり方としてはだって10日間ぐらいでしょ、入院から含めたら。確かにそれで亡くなったから、で最後はもう多分分かんなかったと思うんだよ。まあなんかあれもやってみたいな、これもやってみたいなをやってみようっていうね、こうなんかこういい感じのそうなのところでしたもんね。だから気持ち的にはそうかもね。で患ってからが短かったでしょ、うんうん、入院してからね、うんうん、だから俺はもう身内の人が言ってたけど、あれで良くなっててももう多分もう 2,3 年もうちゃんとできてるかどうか分かんないからね。なるほど、うん、そうだね、これはだから思うね俺も、うんうんうん、まあね、そうだね、志村さんの性格考えるとね、長わずらいよりはっていう人ですもんね。あんだけお酒好きだった人がよ。あ、うん、そう、まあ、上島さんはだからどう殺されたい、どうかな俺はな、殺されたい、どう殺されたい、殺されたいって殺されたくはないですけど、借金絡み、うん、貧困、理由が行き当たりばったり、通り魔的な、うん、全部嫌だよ。わがままだね、わがままだね、なんじゃないよお前、なんお前言いたいことわかるよとか自分は。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.
www.jfn.jp/dreamer。 終わりですか、もう。まだあります。もうちょっとある。もうちょっとあるんですよ。ちょっとあるよ。もう24時間の司会してるの。そんなことないよ。3人ぐらいマラソンランナーもう帰ってきたんだよ。どんだけ、どんだけ退屈なんだよ、お前。どんだけ退屈なんだよ。ラジオネームアクセルライダー。はい。上島さんにとって昨年2020年を漢字一文字で表すと何でしょうか。そうね、世間的には密だったんですね、はい、うん、だから俺はあれだな、うん、辛いもんね、うん、辛いんだよな、辛いでしょ、どんな字、どんな字ですか、辛いって、あ、漢字一文字じゃねえか、うん、あ、辛ラーメンの辛、うん、辛ラーメンの辛か、じゃあ辛いになっちゃうかもしれない、辛いか、それは辛いじゃない、辛いになっちゃう、お前の分で、いやでもやっぱり痛いとかね、うん、痛い、痛い、あの腰もやってつったし、ああなるほどね、うん、はいはいはい、だからそういう面でね、今も全然もう良くなってるんだけど、うん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 、痛い、いいね、痛い、痛いね、うん、無じゃないね、無じゃなかったね、無じゃないですね、無なんて思ったことありません。何かありますあります、うん、痛い、うん、ね、はい、おめでとうございます、おめでとうございます今年の一文字痛いに痛い指定しちゃったんだ痛い、うん、メールももう、全て読んでしまいました、それはまだ何枚か持ってるじゃん読み切ったんですか読み切ったんですかメールも読み切りましたね、まあ別にメールじゃなくてもいいよね、喋りでも別に全然いいじゃん、なんか面白い話一番雑な聞き方なんかないですかそれどうよくなるんすかね、少しはね、オリンピック も開催は目指してますけどね、なかなか今の現状だと、ね、うん、どうなんだろうね、うん、特にもうやっぱ風邪ひいちゃダメだな、みんなな、風邪ひいちゃダメね、うん、だから俺もあれ、しも知ってると思うけど、安田も知ってると思うけど、はい、リアクションなんかやって、うんうんうん、あのネット落とされたりした髪の毛びちゃびちゃになっても、うんうんうん、別に俺自然乾燥って言ってたのよ、いやでも昔絶対ドライヤーなんか使わなかった、うんうんうん、でも今ドライヤー使うからね、ちゃんと俺冷えないように、うん、髪の毛乾かすもん、だから怖いからさ、うん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 、風がね、風が、うん、コロナじゃなくてもね、うん、だからもう熱も毎日3回ぐらい測ってるよ、あ、そうですか、うん、はい、他にありますか、ね、それ以外でそれ以外でそれ以外でありますか、いやもうぜひだから詰める、あ、もうね、詰める司会者もうすぐワクチンもな、そうなあ、だからワクチン3月4月と言われるぐらい、はい、だけどやっぱりワクチン早くね、うん、まあ、でやっぱり順番があるけど、最初はね、副作用もちょっといろいろ問題があるかもしれないから、ね、慎重にね、慎重に、あ、やっぱり打ちたいね、打ちたいですか、やっぱり今のところ打ちたいな、うんうん、俺そんなほら、あのあれアレルギー的なことないから、はいはい、だから、うん、出てもう上島さんぐらいの年齢の人は打てますよってなったら打ちたいけどね、腰にそれブロック注射だそれはブロック注射、ブロック注射ブロック注射って打ったことあるの、有吉も。ありますね。はい。なんかどうしてもやんなきゃいけない仕事の時1回ぐらい打ったことありますね。これそもそも腰悪いの？腰っていうか僕どこだっけ、首かな。ああ、首。首、はい。ああ、はい。もう驚くように聞いた。まあ僕はね、あんまり打ってきてなかったんで、それはよく聞きましたね、その時はね。やっぱり、よく聞かないはあるんだな。あるでしょうね。今までなかなか、いっぱい打ってきてる人はスポーツ選手なんかね、なんか徐々に効きが悪くなるって言いますから、ああそうだよね、はい、強烈な痛み止めだ打つらしいからな、スポーツ選手、だから医療用大麻とかね、上島さんなんかに勧めてるわけです、勧めちゃダメだけど、言えないんだよ、言うなよ名前を、なんで言う、打ってないから、打ってないです、今はね今はねって言うなよ、だからあとはなんか、あとはだって、あとね、あとはだって、あとやっぱりね、自粛期間中もそうだったけど、巣ごもりが多かったから、ああ、なんか買いました？ああ、だからまあうちで飲むようになったのと、うん、さっきも話したけど、やっぱりうちで飲んだらやっぱりいい酒は飲まなくなるんだよね、うん、安酒で十分っていうね、パック酒になっちゃうもん、ああそう、もうそこまで安くていい、うん、いやまあそれさっき言ってたこと違うじゃねえかお前全然俺もそうですよみたいなこと言ってたよお前パックまでいいから缶のね缶のね、そうそうそういうのねになっちゃうからね、
それでこうだらだら長い時間飲んじゃう牛だったら、そうね、テレビ見ながらもついついね、うん、やっぱ年なのかな。年だよ。いや違う60だろ。いやそうだけど年だよ。年なのかな。俺はこうなんだよって言いたかったんだよ。言いたかったんですね。じゃあ聞きましょう。お願いします。いやだから報道番組ニュースの番組とかよく見るようになったね。あ、そうですよね。おじさんになるとご時世だしね。うん、なんかそういうのよく見るようになった。うん、で見て気持ちいいもんではないんだよ、感染者が何人だとか。そうそうですね。うん、これいいのこんなこと俺。いやこっちのセリフですよ。それでいいのか。いや俺はもう全然もういっぱい入ってるしもう楽しかったから。そうですか。いいんだけど。なるほどね。あとは、はいはい、なんかほら、うん、どうしましょうね。何うちの若手なんかはどうですか。結構何組か出てきてますけどね。宮下草薙とか、うん、あそうね、納言ですか。あね、あ納言ね、うん、うんうんうん、そうね。若手がね、まあ、どこの事務所もそうなんだろうけど、うん、出て初めてマネージメントちゃんとやってもらえるから、はい、そこら辺がね、うん。うん、でも、わかんねえな、俺。そういうことでまあね、お笑いはそんなにね、好きだけどね、うん、下手の横好きというか、好きなだけだからね。仕事だ、仕事。俺。仕事でやってんだよ。お笑い。お笑い？ネタもやってるわ。またまた冗談好きだな。ヒットパレードも出たわ。冗談きついよ。冗談きついよ。冗談じゃない。Dreamer Live on air。さあというわけで東京半蔵門 JFN スタジオから生放送じゃなくて録音でずっとお送りしてまいりました、うん、サンデーナイトドリーマーです。はい。いろいろお話を伺ってまいりましたけど、やっと、はい、やっとじゃないね。ゴールが近づいて、ゴールは近づいてまいりました。皆さんね、ここ集中して頑張りましょう。終わりよければ全てよしでございますね。はい、まだいてもいいけど次の生も。帰んなさい、忙しいでしょ。忙しくねえんだよ。家でこの時間からお前パクだけ飲むんだよお前。いや飲まないよ。言わせるんじゃないよ。 お前らが飲みに行くって言ったら待ってるけど。お忙しい中です。このご時世からお忙しいですから、忙しいんですから、もうスターなんですから。ラジオネームラッパーザキバチョフ、2時間の放送お疲れ様でございました。いやいや大丈夫。大好きな上島さんの通信簿を送りたいと思います。はい、面白さゼロ笑いゼロお笑いの腕ゼロつまらなさ100グダグダ1000キモさ10000時間の長さ2兆。おい老害、毎年毎年のこのこやってきてクソつまんねえ放送しやがってよ。あんまりにもつまらなすぎてな、2時間が2兆年に感じたわ。おめえみたいなクソじじいは口と肛門に手榴弾入れて爆発させた後でな、殺してやるよ上島竜兵。いつ殺すの。今でしょ。うるせえや。ちょっとそれ渡せよ俺に。俺知らせあげるから。それ渡せ。なんだそいつ。個人情報ですから。おい、スタッフ渡せよ。誰だ。お前らよく手叩いて見てられるから、この前。我々はこれ守秘義務があるんですから。守秘義務じゃねえよ。このメール調べあげるから。誰だそいつ本当に。っていうね、温かいお便り。温かくねえよ。悪口じゃねえか。ということでございます。さあ、まあ今年還暦ということでございます、はい、まあね、はい、ちょっと僕ら的にもお祝いはしたいけど、はい、まああんまりね、うん、大規模なお笑いできないでしょう、うん、お祝いはできないでしょうし、うん、まあちょっとコロナの状況が落ち着くようであればね、また、うんうん、いや本当もうありがたいけどね、ああそれやってくれる。でもみんなもね、うん、気をつけないとねえ、うん、頭かち割ってね、ああ、あの真っ赤に顔染めて還暦祝いしてやりたかった。お前の目の前でじゃあそれやってやるよ。自分で外出ろ、外出ろ、中でも外、一歩外出てくれ、一歩だけでいいから。一歩出ねえよ、ここでやってやるよ。外出て死んでくれ。お前のその黄色いマイクカバー赤く染めてやろうか。一歩でいいから外で死んでくれ。外も中もやめてください。本当手止め
ピュー外でな外じゃなくて切るのをやめてくださいまずはい。さあということで今年も上島竜兵スペシャル、行ってまいりましたけど皆さんのご機嫌はいかがでしょうか2021年も、頑張ってまいりますので、はい今年も引き続き皆さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、さあお相手は私有吉弘行とエンジェルス安田とダチョウ倶楽部上島竜兵どうもありがとうございましたありがとうございました。